解散直後から県内の前職の多くも地元へ戻り街頭に立っています。静岡市清水区、富士宮市などが区域の静岡4区を取材しました。昨日解散した衆議院、失職した県内議員も早速地元での活動をスタートさせています。地元の空気は変わらないということなんですけども、やはり解散万歳をした後ですね、自分 の, 気持ちが、一変したことをなんか感じております。自民党の深澤陽一氏、昨日東京から戻り支援者と会合の場を持ちました。いよいよ選挙戦に突入しますけれども、はい、普段の政治活動の延長で私はこの選挙戦入っていこうというふうに考えてますので、しっかりと皆さんの期待に応えてまいります。頑張ります。一方、国民民主党の田中健氏は JR 清水駅前で街頭に立ちました。おかえりなさん、おかえりなさい。私も今ちょうど東京から帰ってきたところでございます。皆さんとほぼ同じ時間入ってまいりました。地元全衆議院議員となりました田中健です。いよいよ解散したなという思いですけれども、裏金問題って何の解決もしていません。そもそも裏金のですね、議員を公認をしていること自体ですね、私は国民の裏切りだと思っています。先週、静岡市清水区で行われた深澤氏の事務所開き。この3年間の間に約2年政務官を務めていた、地元を外さなければならない期間が多くあったということで、本当に地元の行事には、足りない部分がたくさんあったというふうに自認しておりますが、この足りない分をですね、なんとかこの選挙戦、埋めていかなければならないということで、引き続きのご支援ご協力をよろしくお願いしたいというふうに思います。静岡市議、県議を務めた後、2020年の衆院補選で初当選した深澤氏。これまでに厚労大臣政務官や外務大臣政務官を務めてきました。この日は街頭演説のため JR 清水駅前へ。応援に入ったのは公明党の三浦選対委員長です。私たちは物価高騰対策を乗り越え、そして防災減災で皆さんの命を守って経済を下支えをする、結果を出してきた深澤さんと一緒に進んでいけばもう安心だなというふうに皆さん思っていただいたのではありませんか。深澤氏が訴えているのは防災対策の充実です。清水区に関してはやはり台風15号、2年余り前の台風15号を受けて、この防災対策というものが非常に地域の皆さんにとっても関心が高い、しかも求められていることだと思います。これ国だけでもダメだし、県だけでも市だけでもダメなので、この国県市の連携の中で国の役割、なかなか二級河川の県管理の共映画ですので、これを国がどういうふうにサポートできるのか、もっともっと手厚く、これを今ライフワークでもそういう活動をしてますが、これをしっかりとやっていきたいと思います。それでは玉木代表、よろしくお願いいたします。解散前日のおととい、田中氏の決起集会に国民民主党の玉木代表が駆けつけました。私は田中健さんのこの1期目の活動を見ていて、素晴らしい政治家だと思いました。私一つ反省があってですね、働かせすぎたと思ってるんです。140回質問に立ったと言いますけどね、小さな政党なんでいっぱい質問立たなきゃいけないんですが、特に厚生労働委員会っていうのは、ある意味花形委員会で人気の委員会なんです。その最前線で頑張ってくれたのが田中健さんなんですね。野党であろうが少ない人数であろうが、私たちは正論を言えば必ず実現できると、私たちは時に17人であろうが国を動かし、そして国の政策を先導し、これまでやってきたという大きな私も自信があります。
前回の衆院選で比例復活し、初当選を果たした田中氏。議員生活を経て、実効性のある経済対策が必要だと主張しています。今、給料が上がる経済、やっと入り口が見えてきた。しかし、物価が上がり、社会保険料上がり、生活コストが上がる中で、まだまだ皆さんの手取りは増えていない。だからこそ手取りを増える、その政策を打ち出してまいります。合わせて給料や手取りが増えることで、年金も今連動して増えますから、年金も増えるような社会に経済をしていきたい。手取りを増やす、これを大きな政策の柱に据えて皆さんに